FM 横浜 EK Radio 新君の夜のチューズデー FM 横浜 EK Radio 新君の夜のチューズデー、アニャンスギョ、プロスチンの新です。いやー、2月の2週目ですね。すごい、韓国では先週お正月、旧正月だったんですよね。それで家族とみんなで会ってご飯食べたり、いろんな話をしたり、楽しい時間過ごしました。はい、火曜日は韓国の最新情報や音楽、韓国語、そして僕が体験したりわがままインタビューするエンターテインメントプログラムです。僕は月曜担当のウィン君の質問に答えます。質問は、シン君、バレンタインデー近いですね。一昨年のクリスマス何もらいましたか？ほうほうこう来ましたか。一昨年のクリスマスにはね、君に愛をもらったかな。すいません、みんくん、すみません。しんくんにメッセージください。メールアドレスはしん @fmyokohama.jp、 shin@fmyokohama.jp。 運転中の方はメールを送るときは安全な場所に車を止めてから携帯を操作してください。この番組のブログもあるので FM 横浜のホームページからアクセスしてぜひチェックしてください。はい、本当？今日なんかすごい方々にコメントが来てるらしいんですけど、誰なんでしょう？聞いてみましょう。どうぞ。 Hi, we're the Backstreet Boys and you're listening to FM Yokohama EK Radio with Shin, and my personal favorite song off the DNA record is Breathe. はい、お送りしたのは Backstreet Boys のニューアルバム DNA から Breathe でした。はい、6年ぶりのね、アルバムの曲なんですけど、いやー、6年ぶりなのにもかかわらず、本当に素敵な声ありがとうございます。そしてこの EK Radio、 シンくんの夜のチュースデーにこんなコメントまでいただいて本当に嬉しいです。僕もこれから、小さな力だけど全力で応援します。ありがとうございます。クロスチェンのシンがお送りしている FM 横浜 EK Radio、 シンくんの夜のチュースデー、ここで皆さんからいただいたメールを読みます。メールメールメール。ラジオネームマリさん、おっぱにょんにょん。国試まであと1ヶ月だけど、毎週火曜日のラジオは勉強中断して、30分間は息抜きがてらに、大好きなウォノくんの声を、聞いて休憩してるハート。2月17日まであとちょっとだから、気を抜かずしっかり頑張って合格して看護師になれたよーって報告しに、ウォノくんに会いに行くね。早く会いたいな。いや、素敵ね。勉強すごく、まあ大変だと思うけど、こうやって30分間、1週間30分の休憩は、すごい集中力のもっと良くなるんじゃないかな。僕の声は特に君に魔法かけるからな、もっと勉強ができるようにな。頑張れ。そして俺の本当に幼馴染の妹も看護師なんですけど、素敵だよね。なんかすごく大変だって聞いたんだけど、やっぱただやれる、ただただやれる仕事ではないなっていう話をすごく聞いてて、なんか他人のためにこんなに頑張れるんだっていうところは僕もすごく尊敬するなと思ったことがあるんですよね。まあこんな周りに、だからこんな素敵な方々がいるって素晴らしいです。マリさんも夢に向けて頑張って合格して必ずメールしてください。ありがとうございました。次、ラジオネームみー。しんくんのインスタグラムにアップされていたコーンちゃんは冬なのになんで裸だったのですか？足先の残っている毛が手袋してるみたいで可愛かったです。あ、そうなんですね。これみんななんか疑問だと思う方もいるし、やっぱ飼う人はちょっと理解する方もいると思うんですけど、家はまず暖かいなんで、そんな寒いのとは特に考えてなかったんですけど、コーンは肌がちょっと長い毛だから、よく毛が、なんて言うんだろうね、
肌にちょっと切った方がいいって、あの病院の先生に言われて、なんか猫は、もともと美容するのがすごく大変なんですよ。で、なんか麻酔しなきゃいけないって言われて、ああ、これは、僕も睡眠麻酔何回も、なんか昔手術するときやってたんですけど、それよりはなんか、ちょっと安全にできる無麻酔のところないかなってめっちゃ調べてたら、なんかすごく猫のことが好きな美容師さんがいて、なんか結構高いんですけど、すごく時間かけて、切ってくれるんですよ。はい。それでなんか肌でも空気がよくスースー入るように、なんか、そういう健康のためなんで、はい。僕の猫は僕が守ります。はい。大丈夫です。でも手は、猫が嫌いな部位って知ってますか皆さん。お腹と、手を触るのがストレスなんですよ、一番。それで、手は、触れないように、できれば切らないようにしてるんですけど、たまに、長すぎて、滑るから、床で。それはちょっとずつ僕が切ってます。はい。それくらいかな。まあ、コンの話が出たからなんだけど、やっぱ先生にコンはちょっと特別な猫ってよく言われるんですよ。コンちゃんはね、すごい人が好きな猫です。そして最近は僕の膝で寝ることが好きみたいなんですけど、いや、やっぱなんか膝で寝始めると2時間ぐらい動かなくて足が痺れるんですけど、起きたら起きたのでなんか、ちょっと、ダメだし、ダメっていうか、なんて言うんだろうね。なんか寝るときはちゃんと寝させたいから、動かないまま僕も2時間ずっと待ってるから、すごいことに毎日最近なってるんです。その姿も、いつか見せられるときに、見せるようにします。はい、メッセージありがとうございました。はい、しんくんにメッセージ、まだまだください。shin@fmyokohama.jp、shin@fmyokohama.jp。いやークロスチンのお知らせたくさんあります。どうぞ。クロスチンのジャパンライブ2018ユートピアのライブ DVD 発売。これを記念してメンバー全員握手と、グループショット撮影会が3月30日土曜日に行われます。皆さん期待してください。もうすぐ会えますね。そして2019年、クロスチンリレー音楽配信プロジェクトがスタートしました。まずはセヨンさんからウィンターレインっていう曲が出たんですけど、やっぱ僕は聞いて、セヨンさんのセヨンさんしかできないすごい表現の仕方にびっくりしました。これからこういうなんか、ね、それぞれが持っている個性をもっとクロス人の音楽としても見せたいので、皆さん期待してください。そして4作、音楽劇、星の王子様。東京2月26日から28日、大阪3月5日から6日まで。セヨン、デビルメイクライ、ドライブヘッカー出演。3月、1日金曜日から10日、ジェップダイバーシティ。おー、ジェップって言ったらまたクロス人のライブの思い出がある素敵な場所ですよね。楽しみにしてください。そしてシンくんはね、ポープをナスナギルの、ドラマの撮影を整えて、今、番組を待っています。皆さん、楽しみにしてください。シンくんの初めての悪役です。見ろ。はい。じゃあ、次の曲はクロスジンの曲です。どうぞ、シューティングスター。お送りしたのはクロスジンで、シューティングスターでした。君と僕の内緒話。ここではリスナーの皆さんと僕でここだけの内緒話をしましょう。はい。今回のお題はお正月に起きた何年経っても笑える思い出です。僕が、選んだメールは、まずはこれです。ラジオネーム、リアンさん。今年は、大晦日もお正月も家族と過ごしていたんですが、大晦日の0時過ぎて、新年早々、私の母が、おならをしたので、私は、初への
手が出たねと言ったら、家族みんなもう大爆笑になりました。新年早々ダジャレで始まりましたが、今年も楽しく過ごしていけそうです。すごいね、面白い。なんか家族みんなでいる時にね、なんか発音習って可愛い、なんか想像ができますね、家族でね。いやー、やっぱ笑顔でスタートしたから、多分リアンさんの一年もすごく、楽しい一年になると思います。メッセージありがとうね。じゃあ次、なんの面白いこと多いね。じゃあラジオネーム、おいもんさん、しんくん、あんにょん。私は今年おばあちゃん家で、年を越してます。ですが私は日付が変わる少し前にトイレに行きたくなってしまい、3年連続トイレの中で年を越し、家族に笑われています。これ面白いね。いやー、もうこれ3年連続トイレの中の年越しやばくない？いや、ちょっと我慢すればどうでしょうか、来年は。なんかみんなカウントダウンしてるのにトイレで3年連続、すごいね。これ家でちょっと寝る前に考えたら、なんか面白くて寝れないかも、面白すぎて。はい、メッセージありがとうございました。これやばいな、僕には。面白い。じゃあ次はラジオネーム、なっぺさん。私の今までで一番面白かったお正月エピソードは、酔っ払ったお父さんが踊り出したことです。その日お父さんは普通飲まないウイスキーをお正月だからと言い、調子に乗って大量に飲み酔っ払いました。私はその様子が面白かったので、動画を撮ろうとスマホを向けました。突然ピコ太郎さんの PPA を、踊り出しました。どういうこと？はい、普段の、お父さんとのギャップが素晴らしくて、親戚みんなで大爆笑笑いしてしまいました。そして次の日、その動画をお父さんに見せたんだ。なんと全く覚えていませんでした。私はこの一件でお酒の飲みすぎは良くないということがお父さんから学びました。いや、これ僕ベストです。すいません、超面白いんだけど、なんでかっていうと、酔っ払ったんでしょ、記憶にもないのにもかかわらず、家族に笑顔をお正月にプレゼントしたお父さんに僕は尊敬します。それぞれ多分心の中で表現したくてできないことが酔っ払うとよく出るって言うんですけど、お父さんがみんなを笑わせたのは、普段の時も心の中はきっと素晴らしく優しい方だなっていうことを思い浮かべます。こんなお父さんと一緒なら多分素敵な一年なれそうですね。はい、この家族のエピソード僕に伝えてくれてありがとうございます。そしたら当選者があるんですよね、今回も。一人様に、僕の年賀状をプレゼントします。その方は最後に僕が読んだラジオネーム、なっぺさんです。おめでとうございます。選ばれた、なっぺさんのことも面白かったんですけど、3年連続トイレの中もすごく面白かったので、また面白いエピソードあるときに僕に教えてください。はい、皆さん、そして他にもいろいろメッセージをもらったんですけど、本当に大切な面白いエピソードを一つ一つ、読ませていただきました。ありがとうございます。次も君の内緒話僕に教えてね。シンクのチンパニー、新しい未来へと、なりきり彼氏やります。あさてはバレンタインデーなので、しんくんの好きなチョコレート一緒に買いに行く設定で行きましょう。スタート。しんくんはチョコは嫌いなんだよね。ファンの皆さんだったら絶対知ってるはずなのにな。でも今日なんかチョコが食べたい日。チョコ買いに行く？何買いに行く？コンビニで売ってるチョコが好き。僕は
なんかお菓子が一緒に入ってるチョコの方が好きなの。そしてなんか高いチョコよりは安いなんかお菓子と、ちょっとお菓子半分チョコレート半分みたいなやつあるでしょ。そういうのが、あの甘いもの食べたい時は、あの食べたくなるからコンビニ行こう。あ、そうだ、今日バレンタインデーだからこれをプレゼントしてくれるのか。ありがとう。じゃあホワイトデーは僕に任せてね。ありがとう。はい、こんなものになりましたが、なりきり彼氏の気分ちょっとどうでした皆さん。はい、照れるねやっぱり、なりきり彼氏は。これどうしようね。早速次の曲に行ってみましょう。 A ピンク、うんうん。お送りしたのは A ピンク、うんうんでした。 FM 横浜 EK Radio、 クロスジンのシンがお送りした FM 横浜 EK Radio、 シンくんの夜のチュースデイ、いかがでしたか。僕シンくんにメッセージや何かやってもらいたいことがあったらメールで送ってください。 shin@fmyokohama.jp、 shin@fmyokohama.jp。 運転中の方はメールを送るときは安全な場所に車を止めてから携帯を操作してください。さあ、ここで明日担当のマサルくんに僕から質問をします。マサルくん、バレンタインデーですけど僕にチョコくれますか。それではしんくんからリスナーの皆さんに壁ドンです。俺はバカだよ、君しかわからないバカ。 FM 横浜 EK Radio、 をしんくんの夜のチューンステイ、クロス人のしんくんでした。バイバーイ。